2020明治安田生命 J1 リーグ第6節セレッソ大阪対ヴィッセル神戸の一戦です。大阪ヤンマースタジアム長居は小雨が降り始めました。気温は29度、湿度 64% と情報が入っています。まずはセレッソのスタートと予想フォーメーションです。ゴールキーパーキムジンヒョン、最終ライン松田、マテイヨニチ、木本、丸橋、中盤の底にはデサバトと藤田、サイドハーフにはレフティーの坂本と清武、ツートップ、戸倉、奥野、まあ、こういった 4-4-2 のスタイルですね。神戸のスタートと予想フォーメーションです。3センターバックと予想しています。ゴールキーパー飯倉、菊池、大崎、大崎、渡辺、そして中盤の底にサンペール、ウィングバックは西と酒井豪徳、インサイドハーフにイニエスタと山口蛍、ツートップ古橋とドーグラス。ポジションをしっかり修正した神戸、ヘッド木本、マテイヨニッチ、プレッシャーをかけるドーグラス、回収した神戸、イニエスタが前を向いている、どうする、シュートだ、キムジンヒョン、こぼれ球、キャッチです。いいね、今セーブでしたね。まあ、イニエスタ選手のシュートも意外性があって、ここですよね。イニエスタ、古橋、ドーグラス、古橋が行く、そのまま行けるか、シュートだー、キム・ジンヒョンキャッチ、一瞬の隙を突くこの神戸の攻撃です。さあ松田力から徳田、いいトラップだ、打てるか、打った、いいクラのセーブだ、最後右足、ゴールキーパーいいクラ止めました。素晴らしいですね、ここ。戻します、菊池はサイドチェンジの低いボール、いいボールです。酒井豪とイニエスタ、デサバトがつきます、振り切るイニエスタ、囲まれながらパスを出す、山口蛍だ、ドリブルで持ち上がってパス、回収した丸橋、清武、西が戻ります、間を通して丸橋はクロスか、クロスだ、奥野を狙ったか、まだある、松田シュート、いいクラセーブ、セカンドボール、丸橋の左足、いや、ここ丸橋選手鋭いボールでしたけどね。清武の右足、木本だ、いいクラ、まだある、マテイヨニッチ、スーパーセーブが飛び出しました。最高のボールでしたけどね、ドンピシャでしたけど、キモトのヘッドも素晴らしかったですよね。いやー、イーグラ選手反応早かった。イニエスタが寄っていきます、坂井ボードから戻してサンペール、サイドチェンジ、西大吾待っている、胸トラップから丸橋スライドしますが、ヘッドだ、最後菊池ですか、山口蛍動き出して引っ張って古橋が入ってきますが、丸橋、木本、丸橋右足で出す、サンペール回収、古橋ワンタッチ、デサバトとサンペール、どうだ、右足のシュート、キム・ジンヒョンキャッチ、さあ豊川から松田、外に出る奥の中に豊川入ります、間でデサバト、さあ松田力が上げた、清武の左足だ、
ましたよね、はい、藤田回収、柿谷浮き玉を使う、片山デサバトシュートだー。いやー一連の攻撃面白かった。そうですね、アディショナルタイム目安の5分台に入りました。ここでホイッスルです。見応えのあった関西ダービー、今シーズンの第1戦は0対0、スコアレスドローに終わりました。両チーム勝ち点1ずつを分け合っています。